寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も奉神も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か壊されていないか確かめなくては。さあこちらです。この中に入ってはなりません。何があるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。ね、ノリオ兄さん。牢から連れて行かれた時、てっきり猛虎に全て教えればお前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。奉神、櫛寺、赤島も構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか。ああ。ハーチという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチとやらは死んだのか。まだ息をしてる。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです。ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が降りやんだら別れを告げます。
酒井様、いかがなさいました？ノリを探しておる。どこだ？炎上の遺灰を墓へ持って行きました。南の山の上です。探してみよう。助かった。Yeah.
兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの猛虎の百個鳥ハーチは見つかったのか。この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。そうである前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ここへ。ハーチはどこだ。小児砦に。そやつで間違いないのだ。必ず探し出して慈悲を壊せます。聞く耳は持ちませんが。もし立場が逆であれば炎上は敵討ちを控えるように思う。つまり私が死に兄が生きていたらということですか。その方が良かったのに。俺が代わりに切ろう。杉寺へ戻れ。私が決めたことです。だが同じ鉄を踏むなよ。同じ鉄。あなたとこの戦で変わってしまった大勢の鉄だ。すでに変わっています。この先で小児砦を見渡せます。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相はわかるか。その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見ればわかります。奴を見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。櫛寺を賊どもの手から守った後に。守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ。わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。